カバヤ、ホネホネザウルス、大魔竜。でっかい箱の食玩が安売りしてたので買ってきました。全4種類です。全種類集めると巨大恐竜型ジオラマが完成。なんと見てください、全長450ミリ、すごいですね。45センチってことですね。ということなんですけどね、なぜかね、この1番のね、ティラノサウルスが売り切れていたのでね、3つしか買えませんでした。なのでこのでっかいのは完成しません。ところでこいつが不気味ですね。うひひひ。はい、そんな感じで今回のホネホネザウルスは4番。4番ってことはブラキオサウルス大魔竜。それでは早速開けてみましょう。これはすごいですね。めっちゃでっかいです。ちなみに美味しいガム付きです。もうね、ここまで来るとね、本格的なプラモデルっていう感じですね。うわ、これはすごい。あー、なんか飛んでる。はい、はい、ありました。ボディが開く、頭が外れて走るって怖いよね。まあね、これだけのもんなんでね、総時間かからないと思うんですけどね、昨日のフリンよりは時間はかかりそうですね。じゃあ今回も早送りで超スピードで組み立ててみましょう。完成しました。はい、完成いたしました。ブラキオサウルス大魔竜です。このような感じですね。あっちこっちでこう動きますね。で、このあーっとあれわーわーとね、ちょっとこう弱いですね。あれ、こっちを開けようとすると外れてしまいます。で、これはですね、ここね、バカーンとこう蓋が開いてですね、ポコッと取れるのでね、このこの怪しい骸骨ですね。骸骨違うのかな。大魔竜、誰、骨骨大魔竜戦士ですね。骨骨大魔竜戦士を乗っけて遊んでねということですね。こいつが乗る、こいつが運転するらしいですけど、ちょっとゆるゆるですね。ちょっとね、私が遊ぶのはちょっと厳しいですが、こんな感じですね。ブブーですー。はい、で、遊び終わったらまたこうやってカチッとはめてください。あ、首とかは収納できないみたいですね。はい、そんな感じで今回のホネホネザウルス大魔竜は4番ブラキオサウルス大魔竜でした。大成 TV、 大成 TV 登録してね。